なやられてしまったのか。そんなはずはない。ここには秘密のシェルターが。こっちだ。ここがシェルターか。おい、誰か生きてるか。俺たちは味方だ。レイズナーのエイジだ。誰かいないのか。エイジか。みんなもう大丈夫だ。出てきたもいいぞ。エイジさん、無事アイアンギアと接触できたんですね。あ、ところで他の仲間はどうしたんだ。心配ありません。本部は別の場所に移りました。突然の襲撃だったんで、エイジには連絡できなかったんだ。ではなんで君たちは残っていたんだ。私たちは敵の目を欺くために残った部隊です。それに誰かが残ってないとお前困っただろ。そうか、すまない。他に生存者はいないのか。最後の戦闘で部隊の半数はバラバラになってしまいました。なーに、しぶとい連中だ。いずれ合流できるぞ。そうだな。エイジ、早いとこ全員船に移ってもらおう。敵がまた来るかもしれない。そうだな。あなたはアイアンギアの人ですね。ああ、そうだけど。協力に感謝します。共にグラドスの圧政と戦いましょう。あ、はい。俺も残った甲斐があったよ。あんたたちがグラドスを撃退した時は痛快だったぜ。これからもよろしくな。こちらこそよろしくお願いします。みんな、すぐにアイアンギアに移ってくれ。新しいアジトへの案内を頼む。お、任せてくれ。いいじゃないか。能天気だよお前は。さあ出発よ。センサーに反応あり。接近する船があるぞ。グラドス軍か。いや、まだよくわからない。あの船か。ゴステロがしくじった相手というのは。はい、あの関係はアイアンギアに間違いありません。
し、ゲイル隊長の仇取らせてもらうぞ。エイジ、あの船は？間違いない、グラトスの船だ。やっと私の前に出てきたな、エイジ。お前は？忘れたとは言わせないよ。お前はグラドスを裏切り、ゲイル隊長の命を奪った。私は絶対に許さない。グラドスの脅威もテラの人たちに伝えるためにも運を出そうしよう。テラを、しかしその結果、俺はゲイル先輩を倒すことになってしまった。レイズナーの VMAX を制御できなかった。そのためにゲイル先輩は。エイジ、今日こそ貴様を倒す覚悟。よし、迎撃しよう。全艦戦闘配置。今のままがいいはずがない。行きます。これ以上やらせるか。少し働いてくる。よし、了解だ。よし、こちらから仕掛ける。こなくそ。なんとしてで。了解。俺は戦い抜いてみせる。やったぜ。
生意気なんだよ、まったく。了解。生意気なんだよ。ここは俺に任せろ。VMAX 発動。よし。見えた。ちくしょう。おのれ、下等動物の分際で。あ、邪魔をするか。もうダメです。交代してください。次こそは必ず。あんた、いろんな奴に狙われてんだな。俺は祖国を裏切った。仕方ないさ。もうすぐ合流地点だ。そこで待っていれば出迎えが来る。了解。進路を戻しましょう。誰か走ってくるぞ。うわあ、すごい人数だけど、レジスタンスの人たちかな。おーい、君たち、レジスタンスの仲間かい。な、うわあ、ああ、突っ込め。治安隊に遅れを取るな。ブレーカーの意地を見せろ。あらー、にゃはははは、皆殺しだ。うわー、敵襲、ポーラとゴステロだ。エルチ、敵襲だ。ポーラとゴステロが
生身で突っ込んでくる。なんですって？みんな各編成よ。格納庫にいる人はそれぞれの機体を守って。敵が侵入したのか？幹事は？ブリッジに行ったまま。うわ、もう起き上がった。やりやがったな。ビーだ。おいクエス、あんまり挑発すんなよ。みんな、機外は危険だ。すぐに機体に乗り込め。俺たちは自分の機体を守ることを最優先にするんだ。わかった、そうするわ。よっしゃ、走り抜けるぜ。おう。船外から支援しましょう。なるほど、敵の増援を断つってわけね。賛成。じゃあ強行突破といきますか。オラオラ、どいてくんないと踏みつぶしちゃうよ。何、発進するのか。止めろ。だうわ。船の周りにえらい数の兵隊が集まってるぞ。今アムロたちが機体に乗って出て行った。外のはひとまずアムロたちに任せよう。じきにレジスタンスの仲間を駆けつけられるが、持ちこたえればなんとかなる。それまでに敵を船から追い出さないとね。ブルメ、ブリッジを任せるからあとはよろしくね。あ、まさか俺一人でブリッジを守れってのか。入り口は狭いんだから一人で何とかしなさい。ブルメ、頼んだぞ。あとの人は私についてらっしゃい。アイアンギアから敵を追い出すのよ。ふぅ、勇ましいね。いいじゃないか、エルチらしいよ。そうだね。久々の白兵戦だ。こっちもサンドラットの意地を見せてやるよ。よし、行くぞ。幹事、俺たちも行こう。ちょっと待ってくれよ。白兵戦だってろくな武器持ってないぞ。それにブルメ一人で大丈夫か。お前の面倒見るよりマシだ。とっとと行けよ。ああ。機体は放っておけ。パイロットを近づけさせなきゃいい。ほら、またあんたなの？エルチ嬢さん、私もこれ以上あなたを守りきれませんよ。はっ、すっかりグラドスの手先になり下がったよね。私を守るつもりなら今すぐグラドスを裏切りなさい。何を言っても無駄か。こうなったら腕ずくでも言うことを聞かせる。こっちだって容赦しないわよ。守り抜いてみせる。俺が出る。
ム締め直して本気でかからんと。超人種が、ここは俺に任せろ。買うなよ。邪魔した俺をさせてもらうぜ。まともにやったらこっちのが強い。こんなところで戦っていられないんだ。ちゃっちゃとやっちまいましょうや。これでも暗いな。それでも、うっしょー、くたばりやがれ。戦いから手を引け。おう、了解だ。見ちゃいられない。ここは俺に任せろ。本当におしまいだ。
ちゃとやっちまいましょうや。ったく、いい度胸してんじゃない俺が出る。無駄玉使うな。見ちゃいられない。タッ、やめろ、無駄だ。あうわ、見ちゃいられないね。ここは俺に任せ。邪魔した俺、まともにやったらこっちのが強い。やめろ、無駄だ。よっ、いい度胸して。狙いどころさえ良けりゃ効果はでかいのさ。よし、やるぞ。悪いね、切り札使わせてもらうよ。なんだ？おい。ああ！やったぜ！頭使うなよ。なんで私がこんなこと。そんなとこにいると怪我。
ちゃいられないね。何？もう容赦はしない。やめろ。まともにやったら、貴様、俺の方が偉いんだぞ。やめてくれ。無意味な戦いはしたくない。頑張ろうぜ。男、いっちょやっ。冗談じゃないよ。了解。こんなことは一度や二度じゃない。た、すまない。戦う意志をしっかり持たなければ。俺に任せろ。死にはしない。このまま死んでたまるか。任せなさい。勢いを殺すな。このまま突っ込む。いいわ、やってあげる。この俺に任せろ。死にはしない。このまま死頑張ろうぜ。コナン、いいわ、やってあげる。了解。俺はた、いいわ。
了解。下がれ。頑張ろうぜ。いい度胸して。よっ。いいわ、やった。死んでたまるか。なんで分かってくれないんだ。くそ、なんなんだこいつら。なんとかなるのに。諦めるな。もうすぐ仲間が助けに来る。そうだ、エイジの仲間が来るまで頑張るんだ。観念しろ。この兵力の差じゃどうにもならないだろう。ちょっと、か弱いレディを相手に卑怯じゃないの。俺は力づくって言葉が好きでな。くそ、痛えじゃねえか。ゴステロ隊長、第三小隊が全滅しました。敵の増援が来ます。なんだと、ふざけるんじゃねえ。なんだと、手間のかかることよ。貴様らは俺の獲物だ。絶対に逃がしはしないぜ。そいつはどうかな。貴様、いつの間に。間に合ったみたいだぜ、兄貴。そのようだな。俺たちはグラドスを倒すため立ち上がった。力による支配に飽き足らず、数々の暴虐なる振る舞い、己
のジョルジュドサンド、許すわけには参りません。そういうこと、オイラもレジスタンスに味方しちゃうもんね。罪なき人々を苦しめる奴はこの俺が叩きのめす。キングオブハートの拳にかけて。あの紋章、あいつが大陸格闘技の覇者キングオブハート、ドモンカッシュ。そんな、まさか。間違いない、あれはキングオブハートの証だ。おっと、いた、あんなのがレジスタンスにいたとはね。よくわからないけど、味方なのか。ああ、その通りだ。彼らの協力もあって今レジスタンスの活動は大きくなりつつある。おかしら、俺たちじゃかないっこありませんぜ。マジかよ、あんな奴がレジスタンスに。うろたえるんじゃねえ。今のままがいいはずがない。こうなったらやるしかない。よっしゃ。無駄玉使っ、見ちゃいられないね。あっ、さあ次はどいつだ。俺の拳を受けてみろ。もうダメだ。その程度か。敵に背を見せるなど騎士にはあってはならぬこと。好きでな。
尺だからな。どいつだ。俺の拳を受けてみろ。ハートに同じ手は二度と通用しない。さあ行きますよ。さあちょいと脅かしてやるぜ。了解。散々邪魔した俺をさせてもらうぜ。お前の役目は終わったよ。あとはすっきり往生するんだな。貴様、俺の方が偉いんだぞ。
ぜ、相手になってやるよ。まるで動物ね。俺は力づくって言葉、これだから人殺しよ。やめろ、無駄だ。背中見せるのは尺だからな。やった、勝ったぞ。頑張ろうぜ。そう、くたばりや。おいこら、やめろ。よし、もう容赦はしない。血を受けてみろ。ステロ隊長がやられた。だから俺たちじゃかないっこねって。交代よ、急いで逃げるよ。おい、お前ら勝手に逃げるな。ほら、観念なさい。今日のところは引き上げる。でもかかってこいってんだ。あらあら、雲の子を散らすようにいなくなったわね。いや、まだ一人残ってるぜ。殺しい、死にそうだ。もうダメだ。おい、大丈夫か。危ない感じ、それ以上近寄るな。俺はこんなことじゃ死なんぞ。
ぬいつか必ず貴様らをバラバラに引き裂いてやるぜ。幹事、大丈夫か？ああ、助かったよ。あのゴステロという男、波の打たれ強さじゃない。それより兄貴、ゴステロを追わなくていいのか？俺たちの目的はアイアンギアを案内すること、深追いすることはないさ。そうです。あの男は半分サイボーグ、捕らえるのは十分な準備がある。でもさ、あいつを逃がしたらまた悪いことばっかするような気がするんだけどな。そうかもしれない。確かにあのままとどめを刺すのは簡単だった。俺たちは人殺しじゃない、それを忘れるな。分かってるよ兄貴。ブルメ、お疲れ様。ひどい出迎えだぜ、まったくよ。俺たちが来る前にレジスタンスの連中で敵を片付けといてほしいよな。まあそう言うなよ。迎えに来た助っ人の顔を見たらびっくりするぞ。あ？なんでそれ。ここがブリッジか。眺めじゃん。ノスタルジックな雰囲気を残す良い船ですね。あ、あんたたちもしかして。驚いた？正真正銘大陸格闘技のレギュラーメンバーの方たちよ。じゃああの人、キングオブハート、どの歌手なのか。間違いなく本物だよ。嘘だろ。今レジスタンスには各国の同志が集まっている。オイラたちは隣のアジア大陸から助っ人に来たんだ。知ってるよ、ネオチャイナの最最新だろ。グラドス君は我らの守るアジア大陸にまで進出しています。このガイア大陸に限らず、今テラ界全体は大きく揺れているのです。ま、詳しい話は基地についてからだ。早速基地に案内する。進路を修正してくれないか。はいさ。